ゆきのアートグレイス。皆様こんにちは、パーソナリティのゆきです。番組がスタートしまして、今日で8回目の放送を迎えましたが、皆様最後までどうぞお付き合いください。こちらの番組はセルフプロデュースにて、フラワーアーティスト、ハンドメイド作家、シンガー、マルチクリエイターとして表現制作を行っておりますアラフィス、アーティストユキがニューヨークカーネギーホール出演までの歩み、そしてこれからの夢や職業を通しての話、私の生きてきたストーリーなどを交えながらお話をする番組です。 PA はバシコさんと、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオ、そして私の自宅オフィスからお送りしてまいります。改めまして、こんにちは、パーソナリティのゆきです。冬の寒さがまだ残る上旬、今日は3月の5日ですが、1日ごとに春めいてくる中旬、そして春の暖かさをいよいよ実感する下旬と、季節が冬から春へ移行していく時期となりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、東京スタジオと、私のオフィスですね、からリモート中継で、収録ですね、お送りしてまいります。春になりますとね、卒業式、入学式、入社式など、世間的にはいろいろと動きのある月ではありますが、私はですね、毎年年が明けてから2月といいますか、あまり動きがなくてですね、まあ冬眠中といいますか、ウォーミングアップでしょうか、穏やかに何事もなく、過ごしていたりはします。ですが今年はですね、番組の収録もさることながら、今月からハンドメイド商品をね、ネットショップ以外で、販売スタートすることになりまして、その準備といいますか、制作作業に没頭しておりました。今日はですね、そのハンドメイド商品、どのようなものを扱っているのか、そして今月からどのような場所で販売をしていくのかなどお話をしていきます。そしてですね、3月と言いますと、私の中では忘れることのない出来事がありました月でもあります。そう、皆様も、ご存知の通り、2011年3月11日、国内観測史上最大、三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0巨大地震が発生しました。東日本大震災があった日でもあります。多くの方々が犠牲となり、悲しみに暮れた日でもあります。そして今年12年目を迎えようとしております。放送を聞いてくださっている方はご存知のこととは思いますが、初めての方にも、私東北福島県の出身でして、現在ね、東京に住んでおりますが、震災後、故郷である福島県の方に、ウェイトを置いた生活をしていた時期があります。故郷に戻り、どのようなことをしていたのか、そういった話も含め、全般は東日本大震災、そして後半は
ハンドメイド商品ですね、制作しております。まあ、この2つについてお話をしてまいります。それでは皆様どうぞ最後までお付き合いください。2011年3月11日、この日は人生の転機にもなった一つの大きな出来事があった日です。まさかね、このようにラジオでお話をすることになると思っておりませんでした。これも生きていく中でのご縁なのでしょう。この日はですね、マネージャースタッフをしておりましたミュージシャンですね、噛んでしまいました白濱久さんのライブの日でしてね、会場はね、確か恵比寿のライブハウスでしたでしょうかね。私会場入りをしまして、準備をしている時に地震が来ました。会場が地下でしたので揺れがすごく大きくは感じなかったんですが、まあ、危険を察知しまして地上に出まして、まあ、大きな道路の方に、移っていきました。建物が揺れてますし、皆さん突然のことで、道路の中央の方に集まっていましたね。私はね、その時瞬間的と言いますかね、まあ、実家の、福島県や、まあ、家族にすぐ連絡をしまして、まあ、生存安否確認をしました。まあ、それからね、時間が経たないうちに、まあ、携帯電話がつながらなくなり、公衆電話は長蛇の列になってました。こういった状況になり、安全を優先しこの日のライブは中止、まあ、それぞれ、帰宅といった流れでした。まあ、それからね、東京ではスーパーなどのパンやお米などの食料がお店から徐々に消え、田舎に物資を送りにしても、まあ、状況がつかめない、連絡が取れない地域も、まあ、田舎にも帰れないんですね。まあ、高速道路がまず使えないと、まあ、そういった、ね、中で、まあ、私は何をしたかと言いますと、まあ、故郷の、まあ、友人などがね、私の配信する SNS を見てくださっていたので、まあ、こちらから得た情報、要はライフラインですね。まあ、そういった状況まで、私の方で配信をしておりました。まあ、それをキャッチしたね、まあ、故郷の方が、今度は報道されていない被害状況のある地域や不足しているものですね、要は今何が欲しいか、まあ、状況をね、逆に教えてくれたり、今度はその情報をもとに私が配信をしたりしてました。それは当時私の、私にできること、要は私ができたことですね。まあ、こちらのね、夢の種放送局さんも、まあ、インターネットラジオを通じて被災地のリアル配信を、されていたようです。まあ、地震津波だけでなく、原発などね、風評被害など様々な問題がありましたが、やっと田舎に帰省できる日というのがね、めどが立ちまして、3ヶ月後だったかな、まあ、家族や友人と、まあ、再会ができたのは本当に嬉しかったですね。まあ、そしてね、まあ、いろいろな状況を、目の当たりにしました。まあ、上京して日が浅い時期でしたので、まあ、今はね、東京に、まあ、住居を移して、おりますので、まあ、今はないんですけれども、地方でね、当時はお部屋を借りていたんですね。まあね、想像はしていましたがね、お部屋に入ったらびっくりでした。まあ、ほとんど、まあ、家財、まあ、食器などはね、倒れておりまして、まあ、壁ですよね。そういったところも、もう、ひびが、ところどころ入っておりました。まあ、私はね、そういった中でも被害状況は本当少ないかったですね。
まあ被害状況のあった地域、まあ親戚の住んでいるところなどはね、もう建物がないんですよ。津波ですよね。もう流されてきたものが陸に上がっているような感じでしょうか。消防車の車がね、ひっくり返っていたりね、まあ電柱など、もうすごい倒れておりました。なんでこういった建物とかビルがなんでなくなるのっていう、本当にね、想像ができない光景でしたね。まあ家族と、まあそういったね、光景を一緒に、まあ見ていましたが、とにかくなんて言ったらいいのかな、ただただ涙だけが流れました。まあね、それから先にも言いましたが、まあ天気と言いますか、まあ、私はどうすべきか、これからどう生きていこうか、死というものを、まあ、深く捉えるようになりましたね。涙でくれた日もあったかもしれません。死というものを受け止めなければならない実情だからです。ただ、今すべきことはあるんですよ。瓦礫の撤去や片付けなど、やることはもう山ほどあるんですよ。今、東京で音楽などの活動をしている時ではないな、と。まあ私はね、まあ地元がそうでしたから、まあそれだけのまた、なんていうのかな、こう、まあそ今そのなんていうんだろうな、なんかそう感じたんだよね。してまあ一旦まあお休みと言いますか、まあ地方で復興活動、復興作業でね、そういうものをしておりました。ボランティアという言葉は使いませんでした。まあ、自分の家族や親戚、まあ、友人などのね、お手伝いでしたので、まあ、みんなそういう方ってボランティアってなかなか言わないでしょ。だからまあ、お手伝いをね、してました。とにかく、私の周辺はですね、前向きなパワーで溢れていました。でこういった状況でも、なんでそんなパワーがあるのっていうぐらい、私がすごくパワーをいただいていたような気もします。要は復興ですね。まあ、道を歩いていても、まあお子さんがね、元気よく挨拶するんですよ。こんにちはとか、おはようございますって。これ、メディアなどでね、放射能や風評被害の話題が出ていた頃なんです。まあ、住み慣れた場所やね、やむを得ない理由で離れになった友人もおりました。でも、悩んでる場合じゃない。やることはあるし。まあ、それぞれが前を向かないと生きていけなかったのでしょうか。そのからからでしょうかね。私は、種をまき、お花や緑を育て、咲いたりね、育つのを見ることがより好きになりました。まあ、当時ね、本当その時の記憶っていうのが、もう、なんていうの、必死なんですよ。とにかく。で、こう、受け止めながら、もうとにかく日々一生懸命、まあ今もですけれども生きてまして、とにかくもう再建復興というか、あんまりね具体的なすごい記憶という記憶がないんですよね。ただもうがむしゃらだったんじゃないですかね。まあそれからね、まあ月日の方が流れまして、再び東京の方に戻り、まあ音楽活動の現場復帰をしまして、今度は
自分がそういった今までの経験や、まあ、感じたこと、見たことなどをね、より、そして生まれてくるものを多くの方々に知ってもらえたら、そしてお伝えすることができたら、アーティスト活動をスタートいたしました。それではここで、デビューメモリアル CD の中から、上を向いて歩こう、すき焼きをお送りします。こちらの曲は、東日本大震災の被災者ですね、を勇気づけた曲、復興ソングとしても知られておりますが、この度、ご縁があり、リリースすることになりました。私や家族、多くの方が、この曲に励まされました。発売から50年を得た今なお、多くのミュージシャンの方々に愛され、歌い継がれております。それでは、お聴きください。上を向いて歩こう、すき焼きをお送りしました。後半はですね、3月から販売をスタートします。私の手作り商品について、少しお話をさせていただきます。ネット販売でね、すでに販売をしておりますが、この度、委託販売をすることになりまして、まあ、新たにね、加わったものや、まあ、
今までの商品の花材の入れ替えなども行いましてね、より多くの方々に、お届けできたらと思いまして、販路を広げました。はい。なかなかね、商品のコンセプトとかね、お伝えする機会っていうのが本当ないんですけれども、今日はせっかくなのでね、番組の中で、お話しできたらと思います。私のこの商品のコンセプトですが、ハンドメイドのね、オフィシャルサイトにも記載しておりますが、丁寧な暮らし、これライフスタイル、ちょっとしたことにも意識を向ける、そんな生活を始めてみませんか。私の場合は、お花をね、材料として、主に生活雑貨、そして枯れないお花、アーティシャルフラワーなどを制作しております。手頃なものから、展示会場などで見られるような作品でしょうか。今まではね、ネット販売のみでしたが、ここ数年の、コロナ、こちらも徐々に落ち着いてきそうなのかな。政府などの発表でね、そんな感じのね、兆しは見えておりますが、以前からね、そういった、お話は、あったんですがね、お客様が直接お手に取って、商品に触れる機会を、作りたかったんです。そして、今回、そういう時期的なものがね、ありまして、今年から、スタートをすることにしました。よってね、2月は本当に制作、で没頭する日々を送っていたわけなんですけれども、まず、皆さん、お花を見てね、嫌な気持ちになる方ってそうそういないじゃないですか。綺麗とか、可愛いとか、美しいとか、どこかね、ほっこりした気持ちにもなりますよね。私も正直その一人なんです。自分でね、作っていて、癒されたりするんです。そういう作家さんって、私以外にも、いらっしゃると思います。現にね、いろいろ、作家さんのお知り合いの方とかも、没頭してる時間、お花とかね、綺麗なものを触ってると、自分も癒されるんですよね。で、そして、作品を作って、その作品を見るのも好きなんです。なんていう方もね、現に、いらっしゃいます。はい。そして私の場合は、お手頃な価格で、身近にお花を感じ取ってもらえたら、そういう気持ちで、ネットなどで商品の制作販売をしております。完璧なものを作ろうとしているわけではないんですね。完璧に近づけられるように、どこか手作り感、が残るというか、わかるようなね、そういうのを意識しております。と言いますのは、音楽でもそうなんですけれども、自分の中の味。こういったものをね、私の場合は、ゆうきさんの作品とかって、こういう味があるよねとか、それは、こちらの、商品に関しても、それは残して、置きたいなと。だから完璧ではないんですよ。でも完璧にされてる商品もすごく素晴らしいし、ただあくまでも、これ手作りなんじゃないっていうのが分かるような商品であるといいなと思うんで、それは手で触った時とか、見た目とか、そういうのを私は大事にしております。素材はですね、アクリル製で、人体に影響のないオイルなどを使用しておりまして、落ちても割れにくく、私独特の工程で、こちらの方の、制作をしております。さてね、そのような商品をどこで購入できるかと言いますと、福島県郡山市で店舗を構えております、ハンドメイドショップの、ふわりさんで3月1日より委託販売をスタートします。そして3月の8日から、14日まで、ハンドメイドポップアップストア、アートコさんで
こちらは東京都の板橋駅の近くになりますね。商品の委託展示販売を行います。そしてね、先ですが、東京都の八王子市で、開催されます八王子アートムッチョ、こちらの方で、出展販売を行います。まあ、日程がね近くなりましたら、まあ、改めてまた追加イベントなどね、まあ、そういうのがありましたときも、SNS 番組内でお知らせしてまいります。ネットショップでは販売してない商品もありますので、お近くの方はぜひお手に取ってみてくださいね。商品を置いてくださるショップさんも募集をしております。こちらの番組でゲストでお迎えして、ショップさんのご紹介などもできたらと思っております。お問い合わせいただけましたら、こちらの方でサンプル品をお送りいたしますので、お気軽に、お問い合わせください。夢の種。それではここで告知などをさせていただきます。私のデビューメモリアル CD 絶賛発売中です。シングル3曲入り、オフィシャルサイトで販売しておりますので、チェックの方をしてみてくださいね。今回オフィシャルサイトからご購入のお客様に限りまして、この度カーネギーホールで出展しましたハーバリウム発祥器をプレゼントしております。一つ一つ手作り、数に限りがありますので、この機会にぜひお手に取ってみてください。音楽配信ストアでもご視聴いただけますので、よかったら聞いてみてくださいね。 SNS ネットなどではアートグレースユキと検索いただきますとオフィシャルサイトが出てまいります。私ハンドメイド作家もしておりますので、ハンドメイドのオフィシャルサイトも見ることができます。ハーバリウムの箸置きやコースターなども、出品しておりますので、よかったら作品なども見てみてくださいね。サポーター、スポンサー、ショップ様、お仕事のご依頼などはオフィシャルサイトのコンタクトにお問い合わせください。はい、エンディングでございます。あっという間の30分でしたが、いかがでしたでしょうか。今日はですね、東日本大震災、そして、今月からスタートしますハンドメイド商品のお話をしました。引き続き番組をお聞きになった感想やコメントはオフィシャルサイトのコンタクト、もしくはブログのコメントの方へお寄せください。番組でご紹介をさせていただきます。春近しといったところでしょうか。それでは皆様、体調管理に気をつけて過ごしてまいりましょう。こちらの番組は夢の種放送局東日本第一チャンネル、日曜日2時から2時半、アートグレース、パーソナリティはゆきでお送りしました。今日は聞いてくれて本当に本当にありがとう。来週の昼下がり、またこの時間にお会いしましょう。